はい、今回も、対局をしながら、動画を撮っていきたいと思います。今回も、またリクエストがありましたので、マスター流の布石をやってみたいと思います。今回は2件でやりたいと思いますね。まあね、難しいんですけどね。僕もあんまりやったことはないんですけど。どうなるでしょうか。どっちかかればいいんでしょうかね。それも、あんまりわかんないんですけど。まあ、マスターは低い係が多いので、ちょっと低くかかってみましょうか。この人の成績はこんな感じですね。僕はあと1回勝てば、8段に上がれます。これはね、やってこう、出切ってね、抑える変化は、ちょっとね、全部知らないと打てない手なので、ちょっと怖いですね。まあ、普通の定石、もうちょっと打ちたいでしょうか。相手も抑えてこられるかもしれないので警戒しましたね。この分かりですと、ちょっとこの位置が、これなら、あんまり近づかない方がいいので、ちょっと白は不満かなとは思うんですよね。まあ、大ゲイマぐらいで。この石をね、挟もうとすると、ここに逆に詰められてしまいますので、あんまりね、この石を攻めようとか、そう思うと、あんまり、こうやって自然に焼きながら、黒も根拠を持って、開きとね、ハサミを兼ねてますんで、これどっちでしょうかね、どっちもありそうなんですけど、なんとなく高く打ちましょうか。例えばですけど、ここに飛ぶと、こういう飛びがね、一目にもなってない手なので、こういう手を打たせるだけでいいんですね。黒としましては。まあ、なので、白も手を抜きましたね。これすぐに4攻めに行ってもね、ただ逃げられるだけで、黒が、攻めの効果がどこに上がるのか難しいので、まあ、保留っていうのが、まあ、一応考えるんですけど、この辺りはね、どうするか難しいんですよね。まあ、桂馬に言うけど、まあ、普通なんですけど、なんかこのツケとか、そんな手はないかな、と、ちょっと考えたいんですけど。
ちょっとね、ちょっと下跳ねられた時の格好があんまりいいですかね。ちょっと面白く打ってみますか。こうやって跳ねたら引いて、這い込んで、こう跳ね上げると。で、跳ね上げて、こうやって、こうやって。ちょっと面白い格好になるかもしれませんね。これで自体ね、この攻めが、そうそう、伸びられてね。良くない可能性もあるんですけどね。まあ、あんまりおすすめの手ではないです。まあ、皆さんは、普通に受けが、まあ、一番普通の手ですけどね。冷静ですね。一回のスープ三目の叩きが、もう一回押しますか。こうなってくると、この石が低い方がいいかもしれません。まあ、なんとも言えない。かもしれませんが。たくさん入りますか。これはこっちから押さえたいんですよね。こうやったら下跳ね、どう変化をちょっと読みたいんですけど。まあ、普通に押さえて、こうやって、こうやって、跳ねつないで、つないで、で、這われる。っていう変化はどうでしょうか。まあ、押さえ込むの目が普通ですか。まあ、こうですね。そうやって。力を抑えるのもないことはないかもしれないですけど、ちょっと辛いと見ました。はい。こうやったら、白は跳ね継がないで黙って、こう、這うのが良さそうな感じですね。なので、ここの下跳ねを考えたいんですけど、どうでしょうかね。こうなると、跳ねて、つないで、飛んで、伸びて、コスミ。で、コスミつけ。で、出て、こうやって跳ねるみたいな。ちょっと黒も自信ないですかね。
みますか。単に張る感じですね、これは。これ打ってくれると、ちょっとありがたいかな。今度これに、こっちで受けれますからね。先に入るんだったら伸びるしかなかったと思うんですよね、黒は。うん、まあ、ここも跳ねもいいとこなんだけど、まあ、跳ねますかね。この分かりなら、まあ黒もしょうがないですか。自然と繋がるのでね、黒もいいのかどうかわかんないんですけど、ただまあなんとなく熱くなったと。これどうするんですかね。つなぎですかね。もう一回押した意味もあるんですけどね。ちょっと押してみましょうか。跳ねると、こう跳ねて押さえて、うん、ますか。自然とつながって意味もあるんですよね、白石が。だから成功したのかどうかちょっと微妙なんですけど、うん、まあ戦局的には悪くはない感じがしますけどね。こんな感じですかね。
思って豆腐で、キーマ。これに石落とせるのもちょっと嫌なんですよね。どうでしょうかね。で、キーマの。ここら辺、やっていきますか。待って、こちらの方が桂馬出せない方がいいですかね、ここに対して。これも入ってくる。あ、こうやってきますか。ちょっとわかんないですね。まあ、この場合はね、なんとなくここ打たせた方がいいぐらいなんですよね、こう飛びとかあって。僕はそんな感じがちょっとします。しましたけどね。この石は、どうしましょうかね。つけて固めちゃう。隅を味よく打つのか。ちょっとこれやりますか。もうちょっとあれですね。冷静ですね。どうしますかね。つなぎ、つなぎでちょっと攻めを見たい意味もあるんですけどね。こうやって、なんかこうかな。黙ってね、つけられることもあるので。もう一回押して、まあ、伸びてきて飛ぶ。このね、三々のツケがまだ消えてないですかね、それだと。ちょっと破滅につないでみましょうか。冷静ですね、この人はね。ちょっと一回カード打ってみましょう。ここに打つと。飛び。
なんとなくもうちょっと迫りたいですかね。期待できないんですかね、どうでしょうかね。こんなとこ行ってもね、鳥ですかね。なんとなく、まあこうやるとこうつけてくるんでしょうね。結構薄いって。つけてもらった方が、ここ固まる意味もあるんですよね。こうやってまだ攻めを狙えますかね。こうやってみましょうか。この辺りはちょっとわかんないですね。飛びとどっちがいいか。本当にこうやってまた飛びとか、ここら辺が効くので。これ打ってくれるとね、こっちの当てが効かないですから、まあ、一応こうやってね、こう揃えば目がないですから、何かと中央が、厚い意味もあるんですよね。これではまあ下がってて、そんな痛くないんです。これではちょっと味消しの方が強いですね、意味は。月ぐらいしか思いつかないんですけどね。そういう手がやっぱり弱い石作るので、あんまり白は嬉しくないですね。つけるとちょっとね、抑え込まれるのもちょっと嫌いました。桂馬
か、ここに滑って渡っておくか。曲がり打たれるのちょっと嫌なので、桂馬しておきますか。桂馬と飛びと変わって、それでどうするか。一回ここへ聞きたくなりますかね。打ってみましょう。まあ、その形が跳ねたいかな。かけつなぎでしょうかね。なんとなく絡みにできないかなっていう感じにして攻めてます。どれぐらい利益が上がるかわかんないので、いいかどうかはちょっとわかんないんですけどね。ですかね。飛んでみましょうか。しょうがないですか。こう伸びたいですね。やっぱ取っちゃうのはここは叩かれるので、これは白の形ができちゃうので、取りは辛いですね。で、下がるのかな？跳ね継がれるのもちょっと嫌なので。
汁も、含みが先手なので、生きることはできましたか。ただ、まあ、黒は黒でね、ここに抱えた手が、熱い手ですので、まあまあ、しょうがないですかね。誰打っとくなったかなぁ。どっちも。こういう当たりは絶対打ってやばいいけませんね。ここのへこみも効くので、ここは何にも触らないとこですね。そして手入れましたか。はい。こう、こびに打っときますかね、これは。これも今、次になるかな。こうやる。次となると思うんだけどな。ならないですかね。まあ、使っていける手もあるんですけど。まあ、次なぎですよね。取って。まあ、取り行くのは、取り引くでもないことはないんですね。下がればね、目がないからね。ちょっとここら辺、これは、変な手でしたか。ここ、腕が効いて、ここに一覧できちゃいますね。ちょっとやっちゃいました。切ってくれると、これ結構危ないんですけどね、これはいいし。危ないはずなんですけどね。これ打っちゃっていいかな。下がってみましょうか。どうでしょうか。伸びるって。飛ぶ。結構危ない気もするんですけどね。多分ここを切った手では何か受けた方が良かったと思いますね。ここが、そして、ここ、まあ、出て生きるとか、
となかなか取れなかったかなとは思います。まあこれもわかんないですけど、どうなるか。飛び。飛びだと膨らまれちゃいますかね。飛び。これが膨らまれて、ちょっと嫌だね。うん、7分。7分もちょっと魅力的。でどうでしょうか。変だったかな。今待って。だからそれにはね、こうなるとこっちで受けた方がいいかな。ちょっと味悪くなってきたかな。これこれこう切る。ちょっと嫌な感じになってきましたか。うん。しょうがないですね。
で、取れないとね、全部黒が白い手になっちゃってるので、引きでいいですか？これは飛んどいて、例えば、まあ、伸びでもいいんだけど、伸びでもいいはずなんだけど、伸びておきますか。は取れてんじゃないかな。そうですね、そこですよね。黒はこの石が生きればいいので、この隅の石をわざわざ取る必要もないんですよね。ちょっとビビしすぎかもしれないけどね。これただまあ、押さえておく。ね、飛びでいいんですよね。うん。ね。だからまあこういう手はね。もし取っちゃえばね、まあどうなっても勝ちですので。一応こうやっておきますか。このビビってる手を打つとね、相手もまだ投げない、なんか打とうかなっていう気になるかもしれませんね。やっぱりこういうとこは
ちゃんと読めてるんだったら飛んで、相手の戦意喪失させないといけませんよね、本来は。そうですね。項目をがすぐできるか。やっぱり一直法をね、警戒しないといけませんね、6も。ちょっと緩んでますね。何もないかな。